表情がない女性の人形。しかし魂を宿したかのように動き、人間以上の喜怒哀楽を見せる。その人形を使って行われるのが、およそ500年の歴史を誇る国の重要無形民俗文化財、淡路人形浄瑠璃。人形浄瑠璃とは、情感あふれる太夫と重々しく響く三味線、そして人形を操る人形使い。この産業が一体となって作り出す舞台芸術。淡路人形浄瑠璃は兵庫県の淡路島で誕生。世界文化遺産大阪の文楽のルーツも淡路島と言われている。その特徴は大きな人形。さらにこちらの人形にご注目。派手な演出も見せ場の一つ。こちらはヤジさん北さんの珍道中で知られる東海道中膝栗毛。その時代の流行を取り入れながら大衆の娯楽として親しまれてきた。淡路島の南に位置する南淡路市。渦潮で知られる鳴門海峡に面するこの地が淡路人形浄瑠璃の発祥の地。淡路人形浄瑠璃は今からおよそ500年前の室町時代後期、人形使いの元祖百太夫が淡路島に移り住んだことに始まる。もともとは神に捧げるために人形を操っていた。江戸時代、人形を操る技術と三味線と語りの物語浄瑠璃とが出会い、人形浄瑠璃は花開いた。歌舞伎とともに大衆の娯楽となり、淡路島にあった多くの人形一座が全国を巡業。舞台から離れた観客にも見えるように人形が大きくなった。娯楽の少なかった地方でも人気を博し、人形浄瑠璃文化を根付かせた。しかし現在、一つの人形一座を残すだけになった。ここにその伝統を受け継ぐ若者がいる。淡路人形浄瑠璃人形使い吉田千光、21歳。人間以上の表現ができるところですね。そういうところが人形の魅力だと思います。吉田千光、本名谷間千里さんは南淡路市で生まれた。人間のように動く人形に衝撃を受け、人形浄瑠璃を学ぶため中学高校と郷土部に入部。高校で指導を受けた吉田真九郎氏のいる淡路人形座に入った。そして吉田千光という芸名をもらった。人形ずっと使いたいと思ったので、そこ一生勉強なんちゃいますかね。人形使いは黒子となり、その存在を消して人形に思いを託す。千光さんは決して光が当たらない厳しい道を歩き出した。そこには人形使いの意地と誇りがあった。この後、女性人形使いの修行の日々に迫る。日本の伝統文化を未来に伝える若者がいる。淡路人形浄瑠璃
人形使い吉田線香。線香さんが所属する淡路人形座には人間国宝101歳の鶴澤友次氏をはじめ、人形使い太夫三味線の技芸員がいる。人形使い7人のうち女性は線香さんただ一人。1日5回の公演を行っている。そもそも人形はどのように動かしているのか、実は3人で操っている。頭と右腕を動かす主使い、左腕を動かす左使い、足を動かす足使いの3人。そしてこちらは衣装を脱がせた人形。頭という頭、板と竹、布でできた胴、手足はぶら下がっているだけ。これを3人で呼吸を合わせて動かしている。習得は難しく、足8年、左8年、頭一生と言われる。線香さんは足使いとして修行の日々を送っている。足使いは性別や役柄に応じた様々な動きが求められる。難しいですね。体力もいりますし。淡路人形座では1ヶ月ごとに演目が変わり、この時行われていたのは京成阿波の鳴門。3歳の時に両親と生き別れた9歳のお鶴が、両親を探して徳島から大阪で暮らすおゆみのもとへやってきた。おゆみは我が子だと気づくが、追われている身、母親だと名乗ることができない。娘に罪が及ぶことを恐れ、泣く泣く追い返すという母と子の悲しい別れを描いた物語。緊張します。次の舞台、線香さんは母親おゆみの足使い。主使いは高校の時手ほどきを受けた吉田新九郎氏。幕が上がる。おゆみは芝居中のほとんどを座っている。足使いの線香さんは両腕を伸ばした同じ姿勢のまま動いてはいけない。その時間は10分以上にもなる。さらに別れを惜しみ立ち上がるこの場面、線香さんの動きを見ると腕を上げている。これには人形のある秘密が。実は女性の人形には足がない。着物の女性の足は見えないため、歩くときは着物の裾をさばき、膝は拳を使って足に見せている。舞台を終えても休む間もなくセットを移動。体痛い。座っとる人形は体が痛いです。肩にもくるし腰にもくるし。じっとしてる人形って一番難しいんですよね。それだけでやっぱり抜けてたらただ単に人形になるじゃないですか。それをだからもう血が通ってる人間のように見せるっていうか。人形を操るだけが人形使いの仕事ではない。この後100年前の人形の秘密。500年の歴史を誇る国の重要無形民族文化財、淡路人形浄瑠璃。厳しい芸の道、人
人生をかけて修行を続ける若者がいる。人形使い吉田仙子。人形使いは舞台に立つだけが仕事ではない。自ら操る人形の組み立てや衣装の着付けを行う。これを人形こしらえという。人形はパーツごとに保管され、登場人物によって組み合わせて使う。これらはすべて100年以上前に作られた貴重なもの。これも稽古みたいなもんですから、親世代の人らからの間空いて20歳なんで、こう何でも吸収していかんと、もしね折れへんようにみんななったらしていかんとあかんので。午前中の2公演を終えると昼食の時間。お客さんです。はい。人形使いは揃って楽屋で食べる。手作りです。作ってきました。体力勝負の仕事、栄養にも気を使う。健九郎さんは愛妻弁当です。いやもう美味しいです。顔笑うか。大太郎もそうやって。大太郎さんも愛はついてる。楽しいです。いやもう昼食後、仙光さんに重大な発表があった。まあぼちぼち行きますか。ええと思うよ、酒井に。これでやってみたらええと思う、酒井。じゃあそれで。ちぃ、ちぃ。はい。君に報告がある。何ですか？テストする酒井の。はい。もう行ければ次の日からでも。どういうこと？人形の要、おもづかいとして舞台に立てるかのテストを行うという。実は仙光さんは3ヶ月前からおつるのおもづかいの稽古をしていた。おつるは京成阿波の鳴門の子役。人形が小さいため比較的操りやすいと言える。しかし別れの悲しみを表現するのが難しい役。ずっと頑張って稽古やってるんでね、そのやる気がまあ前面に出てきてるんで、高校でもやってたんでね、そのベースはあると判断して、まあそういうふうに今来てます。まあいかにその浄瑠璃を理解して使おうとするかってとこですよね。なかなか難しいと思いますけども、僕らもねそれが難しいわけですから、もちろんいいところも探すっていうか見えてくるでしょうけど、どっちかっていうとマイナス面を見る形になると思うんですよ。感情人形に伝えて表に出していくっていうのはかなり難しいことなんですけども、それのどこまで掴んどんのかっていうところ、チャンスがあればそのチャンスを与えていく、で掴んでいくのは本人ですから、そのチャンスを与えただけというか、はいですね。テストはもうあくまで通過点で、その次の初舞台が本番ですから、はい、それに向けて頑張ります。いやもう緊張しかない、もうお腹痛いです。テストは数日後に行われる。このあと人形使いにとっての大きな試練が。国の重要無形民族文化財、淡路人形浄瑠璃。修行は一生続くと言われるほどの人形の要、おもづかい。そのおもづかいとして初舞台に立つために
修行を続ける若者が人形使い吉田線香。おもづかいが操る人形の頭を頭と言い、淡路人形座のそのすべてが100年以上前に作られたもの。頭を持つ新串には表情を変えるための仕掛けがついている。ちょいの糸という糸を上下させると人形がうなずく。さらに小猿という小さなレバーを使うと目玉、眉毛、口が動く。これらを組み合わせて豊かな表情を作り出す。こちらの女性の頭、角が飛び出し口が裂ける。ガブといい恨みを持った女性の役などに使われる。おもづかいは左手で頭を操る。右手で操る手にも仕掛けが。紐を引くことで握ったり開いたりする。おもづかいってこう両手使えますから難しいです。稽古は鏡に映る人形の姿を見ながら行う。後ろからしか 見れないんで、ここを見て覚えらんと。この日の公演終了後、二人の先輩が稽古をつけてくれた。稽古したのはどこの宿にも泊めてもらえないと手を振る場面。悲しみを表現しなければならない。使いすぎんか、わしも思う。一旦出しといて、炎手をちゃんと真ん中に戻して、そっからやね。振る練習もせな。振る練習せなですね、うん、言うたら演技力っていうとこですかね。言葉はもう全部ね、太夫さんが言うもんですから、僕らが それができるのは動きでしか表現できないわけですよね。人形使いですから、人形を動かしてよりそれを分かりやすくお客さんにまあ伝えるっていうのが本来の僕らの仕事だとは思ってます。一つ一つクリアしていかんと難しいですね。体に覚えさせるしかない。一人の稽古は夜遅くまで続いた。さらに線香さんは舞台の出番がない裏方の時、先輩の芝居を見る。一つ一つの仕草に注目する。うまくできない場面、自然と手が動く。ただ動いとるだけじゃなしに、おつるの心情とかも伝わってきました。頭では思っとるんですけど、こう腕通じてまだ人形には伝わってないところが自分には足りてないと思います。この後さらなる試練が待っていた。500年の歴史を誇る淡路人形浄瑠璃、その伝統を受け継ぎ未来に伝える若者が人形使い吉田線香。子役のおつるのおもづかいとして舞台に立てるかを決めるテストは数日後に迫っている。この日も先輩が稽古をつけてくれた。なん
稽古したのは芝居の見せ場。別れたくない思いを断ち切って泣きながら駆け出す場面。振り向き方で悲しみが伝わらなくなってしまう。体こっちやけども、うん、この肩越しに下見る感じぐらいで顎が浮いていけへんから、一旦お客さんにアピールすんね。こっからこう向いていきますよっていうのをアピールすんね、はい、一旦見といてからグッと決めた方が、あ、見とんなって思うね、はい、うん、芝居やから、うん、ある程度作らんと、うん、でお客さんに見せるもんやから。頭遣いは表現者やからの、全ては人間性です。芸っていうのは人間性が出るってよく言われますけども、なんぼ上っ面で綺麗芸とかうまい芸とかできてもどっかで絶対出ますからね、うん、やっぱりその心磨いてっていうか、まあ、僕自身もあの言い聞かせてますけども、うん、難しいですね。テストまで残された時間はない。公演終了後、千光さんは先輩たちとある場所を訪れた。そこは淡路三原高校。こちらの郷土部は淡路人形浄瑠璃の保存伝承に取り組み、全国各地で公演を行っている。淡路人形座では後継者育成のため指導を行っている。千光さんはこの郷土部で部長を務め、3年間吉田新九郎氏に技術を学んだ。高校時代鬼の主遣いを務め、舞台を見事に成功させた。いや、まあ、真面目にやってましたよ。本当にあこの子は人形ほんまに好きなんやろなってよう思ってましたね。ここで数年前に活動していた、もう本当に一番身近な、ね、先輩であり、でその先輩がまあプロとして、ね、活躍しているので、高校時代には分からなかった人形座に入ってから学んだこととかもぜひ教えてもらえたらいいなと思います。来てね。はい本当に、ね、来ます。遊びに来ます。教えに来てね。はい、遊ぶだけ。遊びに。はい、もう一生勉強ですから、一生かけてこう極めていきたいです。同じ頃、舞台袖で何かを作っている先輩の姿があった。はい、一応この部分完成しましたけど、こんな感じでございます。作っていたのは舞台下駄。主遣いが高い位置で人形を操ることで足遣いが操りやすくなる。主遣いの身長や人形の大きさによって高さが変わる。練習もね、しっかりして、次の目標であるおずるの頭の練習をねしっかりしてたんで、まあ下駄作ることによって彼女の励みにもなればなと思って、一人前の人形使いに、ね、なってほしいなと思います。やっぱりね、足使い左使いっても人形使いでないんでね、やっぱり頭使いって初めて人形使いと思うんで。テストに挑む時が来た。おむずかいとして初舞台に立てるのか。淡路人形浄瑠璃に青春のすべてを捧げる若者がいる。淡路人形浄瑠璃人形使い吉田千光。おもづかいとして初舞台に立てるかを決めるテストは間近に迫っていた。今後を左右する重大な局面。テストが始まる。もうやらんとあかんのでやりきります。テストするのは
人形使いのナンバーワンとナンバーツー、演目すべて通しで行われる。お願いします。稽古の成果が試されるとき、これに合格しなければおつるのおもづかいの道はしばらく閉ざされる。千光さんの芝居を静かに見つめる。緊張が伝わってくる。まもなく苦戦していた宿に泊めてもらえないと手を振る場面。いよいよ見せ場の別れの場面。母と子が引き裂かれる悲しみを表現できるのか。テストは終わった。合否の判定が下される。悪くはない。ただ動き、まあ今追っかけてるのが精一杯な部分も多いかな。まだ今だったらガチガチやから、それをまあいろんな場面でだん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 取っていけるようになったらええんちゃうかなとは思うけどな。最後の帰るところは、あっこはようできた。バリューで振り返ってここから帰るときあれでよかった、はあ、そうだね。まあまあそんなに悪かないから、うんうん、まあ俺はうんいけるかなと、うんうんうん、舞台に立たせて、じゃあ一応つけていきます。はい、はい、おつるのお小遣いとして舞台に立つことが決まった。こなれてくればね、もっと自然と使えるようになってくるんですけど、その慣れが誰にならんようにだけ、うん、自分自身気ぃつけてもらえればええんかなと。長くやってると最初の気持ち忘れるんですよ。よう言いますよね、舞台の人にはもう全部言える思うんで、初心忘るるべからずですよね。今日やったこの気持ちはずっと忘れないでほしいと思います。喜んで帰ってもらえるように努めたいと思います。初舞台前の休日、千光さんはある場所へとやってきた。淡路人形浄瑠璃発祥の地に立つ三条八幡神社。この神社には淡路島に人形操りを伝えた人形使いの元祖百太夫や恵比寿様が祀られている。初舞台が成功しますようにっていう稽古もしてもらって、支えられてやっとここまで初舞台まで来れてるので、今できる限りのことをできたらいいかなと思います。千光さんの舞台下駄も完成した。準備は全て整った。いよいよ初舞台の幕が上がる。